ドアーズ。ドアーズはアメリカ合衆国出身のロックバンドとカリスマ的ボーカリストジム・モリソンが在籍したことで知られ、ロック音楽例名義のアメリカ西海岸を代表するバンドとして主に1965年から1972年まで活動した。1993年度、ロックの殿堂入り、ローリングストーン市選出。 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第41位。ロサンゼルスの有志あるい映画家の学生であったジム・モリソンとレイ・マンザレクが主体となってグループを結成。その経緯は1965年にマンザレクに出会ったモリソンは自作の詩と歌を聴かせた。マンザレクはすでに兄と共にリックザ・レイブンズというバンドで活動し、一方でもともと フラメンコギタリストだったロビー・クリーガーと、ジャズドラマーだったジョン・デンズモアは、ザサイケ・デリック・レンジャースというバンドで活動中で、マンザレクは彼らとメディテーションセンターにおいて、知り合いであった。モリソンの曲や詩に惹かれたマンザレクは、兄のリックとデンズモアに声をかけ、デモレコードを録音する。リックは、すぐにグループを離れ3人に、クリーガーと、 女性ベーシストを加えたグループは、ロサンゼルスのロンドンフォックや、ウィスキーやゴーゴーなどで、ステージ活動を行う。バンドは、オルダス・ハクスリーが18世紀の詩人ウィリアム・ブレイクの詩の一節から取った書のタイトル、近くの扉、ザ・ドアーズ・オブ・パーセプションをもとに、ドアーズという名を付けた。ウィスキーやゴーゴーで人気を集め始めたバンドに目をつけた、プロデューサー、ポール・ A、ロス・チャイルドによって、 ドアーズは、エレクトラレコードと1966年に契約する。それは、ロスチャイルド及びエンジニアのブルース・ボトニックとの長く成功したパートナーシップの始まりであった。ヤングラ・スカルズ同様にあえてベーシストは置かず、レイ・マンザルクが、ローズ・ピアノ・ベースを左手で弾くことで、ベースパートを補った。10分にも及ぶ大作、ジ・エンドを含むデビューアルバム、ハートに火をつけては、 1967年1月にリリースされる。アルバムは数日間で収録され、ほとんどの曲は第一テイクが採用された。モリソンとマンザレクは第一弾シングルブレイク・オンスルー用のプロモーションフィルムを監督し、それはミュージックプロモーションの重要な布石となった。ブレイク・オンスルーでは曲中のシゲッツ・ハイという歌詞がドラッグの影響を表すものとして、 放送禁止になることを恐れたエクトラが、はの部分を決してリリースしながらくその部分を聞くことができなかったが、後にリリースされたリマスター版で聞くことができるようになった。アルバムはセンセーションを引き起こし、第2弾シングルハートに火をつけて、ライトマイファイアは大ヒットした。ビルボード、ビルボード氏では1967年7月29日に、 週刊ランキング第1位を獲得。1967年の年間ランキングでは第2位となった。バンドはジェファーソン・エア・ブレインやグレート・フルデッドと並び、1967年におけるアメリカのトップバンドの一つとなった。モリソンはそのルックスと身体ラインを浮き立たせる革パンツでのステージパフォーマンスで当時のポップ界におけるセックスシンボルの一人となった。 彼は、いわゆる、ロックスターであることに、極めて自覚的であり、ステージでは、革パンツでセクシャルに立ち振る舞い、雑誌等のインタービューでは、メディアの飛びつきそうなキャッチーで過激語句を使用するなど、マスメディアによるグループのイメージ構築を、意図的に、試験的に行っていた。しかし、人気が、全米的なものになり、彼は、スターとしての地位の中で次第に、フラストレイオンを感じるようになった。 セカンドアルバム、幻の世界は、ファーストアルバム同様に強力な作品で、バンドの評判は強固なものとなった。3作目、太陽を待ちながらは、彼らの最初のナンバー1アルバムであり、同作からのシングル、Hello I Love You は、2枚目のアメリカでのナンバー1シングルであった。同年、タッチミーもトップ3ヒットとなったが、この曲を収めた、翌年のアルバム、ソフトパレードは、 ややポップス寄りの内容となり、全2作品ほど評価はかんばしくなかった。ドアーズのライブステージは、挑戦的であり、反抗的だという評判を早々に得ることとなる。1967年の、エドサリバン賞出演時、CBS の担当者は、ハートに火をつけての歌詞の1、ガール・ウィーク・ドゥンとゲット・マッチ・ハイヤーを、ドラッグを早期させるとして、ガール・ウィーク・ドゥンとゲット・マッチ・ベター、と変えて、 歌うよう要求した。しかしながらモリソンはオリジナルの歌詞をそのまま歌い、生放送の番組でそのまま放送された。エド・サリバンは非常に怒り、彼らとの握手を拒絶し、ドアーズはその後番組に招かれることはなかった。激怒したサリバンに舞台裏で二度と出演はないと思え、と詰め寄られた際、モリソンはもう、 エドサリバン賞は卒業した、サラリと返した、という、彼らしいエピソードがある。1969年3月1日のフロリダ州、マイアミでのコンサートで、モリソンは、ステージ上で正規を露出したとして逮捕される。モリソンは、軽犯罪及び、重犯罪容疑で起訴され、軽犯罪容疑での裁判は引き続いた。判決前にモリソンは語った。僕は、 マイアミ事件での裁判でおよそ一年半の多くの時間を浪費した。しかしそれは価値のある経験だったと思う。なぜなら裁判前僕はアメリカの司法制度に対して非常に非現実的な学生のような態度をとっていたからだ。僕の目は少し開いたよ。非満化し、すっかり行走の変わってしまったモリソンは LA ウーマン独音後の1971年に 休養することを決め、ガールフレンドのパメラ・カーソンとパリへ渡る。モリソンは、1971年7月3日に、パリのアパートで不可解な状況で死亡した。モリソンは、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬されたが、埋葬の前に検視が行われていなかったことが、その後明らかになった。彼の死は、おそらくヘロインの過剰摂取によるものであると、考えられた。であった、マリアンヌ・フェイスフルも、 概ねを明らかにしている。モリソンは、スポットライトから逃れるために死を偽装したという噂が、長い間語られた。また、実際には、パリのナイトクラブで死亡し、遺体がアパートに運び込まれたという噂も語られた。しかしながら、モリソンの関係者であった、ダニー・シュガーマンの著書、ワンダーランド・アベニューによると、カーソンがモリソンに、致死量のヘロインを注射したと、彼女自身が、 ヘロインの過剰摂取で死ぬ直前にシュガーマンに語ったという。ドアーズの残りのメンバーは活動を継続し、当初は新たなボーカリストの第一候補にポール・ロジャースを挙げていたが、ロジャースと連絡を取ることができなかったため、結局クリーガーとマンザレクがボーカルを担当し、アルバム、アザー・ボイセズとフルサークルの2作のアルバムを発表した。両アルバムは商業的に失敗し、 モリソン抜きではドアーズたり得ないことを証明することになった。1972年のフルサークル発表後、年内でバンドは正式に解散する。その後、旧メンバー3人はジム・モリソンのデモテープを元にアルバムを制作。1978年にラストアルバム、アメリカンプレイヤーを発表。オリバー・ストーン監督による1991年の映画、ドアーズ、 現代、ザ・ドアーズでは、モリソンを演じたバルキルマーの演技が評判となった。しかしながら、映画は事実と異なる描写が多かった。また、マンザレクはストーンが、モリソン像を自制の効かない、精神病患者のように描いたことに対し、不快感を表した。1993年、ロックの伝道入りを果たす。2002年には、マンザレクとクリーガーが、 21世紀のドアーズ、ザ・ドアーズ21ショートトンセンチュリーとして活動を始めた。モリソンの代わりのボーカリストとしてイギリスのバンドのを加え、ベーシストにはクリーガーのバンドでベースを担当したアンジェロ・バルベラが参加した。彼らの最初のコンサートではドラマーのデンズ・モアが参加しないと発表された。後に伝えられたところではデンス・モアは耳鳴りに苦しみ演奏することが できなかったとされる。デンズモアの代わりに、モトポリスのスチュワート・コープランドが加わったが、コープランドは、数回のステージの後バンドを離れ、クリーガーのバンドのドラマー、タイ・デニスが公認となった。この時期のライブは、DVD として発売されており、イアン・アッシュベリーが歌う、21世紀のドアーズ、ザ・ドアーズ21ショートトン・センチュリーは、一応の成功を見せた。デンズモアは、 実際には、再結成に参加要請がなされなかったと主張した。2003年2月に、デンズモアは、マンザレクとクリーガーに対して、ドアーズの名称使用差し止めの裁判を起こした。同年5月にその訴えは知りけられたが、マンザレクは、デンズモアのバンド参加への招待を公に繰り返した。デンズモアのバンド名称使用差し止めの訴えには、その後モリソンの遺族とパメラカーソンの族が加わった。 2005年7月22日、ロサンゼルス上級地裁は、バンド名使用差し止めの決定を下した。裁判によりバンド名使用の禁止令が出たことを受け、21世紀の、ドアーズ・ザ・ドアーズ21ショートトン・センチュリーは、ライダーズ・オン・ザ・ストーム、ライダーズ・オン・ザ・ストームへと、改名。このバンド名は1971年に、全米で、最高級位を獲得したアルバム。 L.A. ウーマンに収録されていた曲のタイトルであり、また新生ドアーズに参加していなかったジョン・デンズモアの自伝のタイトルでもある。後にマンザレク・クリーガーとさらに名前を変えた。新生ドアーズにボーカリストとして参加したイアン・アシュベリーは、旧友ビリー・ダフィーとカルトの再結成を企画。二人揃ってトム・ビトリーノとマネジメント契約を結んだ。彼は、 ライダーズ・オン・ザ・ストーム、ライダーズ・オン・ザ・ストームのマネージメントもしている。現在カルトはツアーも行い、活動を再開。また、2007年はバンド結成40周年を迎え、それを記念して既存の曲に新たなミックスを施したアルバム、ザ・ベリーベスト・オブ・ザ・ドアーズ・ザ・ベリーベスト・オブ・ティードースがリリースされた。この作品の限定版には、 1968年のヨーロッパツアーの映像が DVD として収録されている。日本でも楽曲のダウンロード販売が開始された。2009年にはトム・ディッチ・ロ監督によるドアーズを題材にした初の劇場用長編ドキュメンタリー映画ドアーズ幻の世界現代 When You Are Strange が公開された。同作は新たな撮影は一切行わず。 当時のオリジナル映像とジョニー・デップによるナレーションのみで構成されている。2012年、アルバム、L.A. ウーマンの40周年記念版をリリース。2013年、バンド結成の中心人物でもあったメンバー、レイ・マンザリクが高い。2014年には70年代ハードロック、プログレッシブロックのアーティストが多数参加したトリビュート企画版、ライト・マイ・ファイア。 A クラシックロックサルートトゥーザ・ドアーズが発表されていい。2017年デビューアルバムハートに火をつけての50周年記念版をリリース。ドアーズに影響を受けたロックミュージシャンとしてはパティ・スミス、テレビジョン、ストラングラーズ、マジースター、ザ・キュアー、ブルー・オイスター・カルトなどが挙げられ、現在ブライト・ミッドナイト・レイベルから未発表ライブ、インタビューなどを ウェブ通販のみで販売している。順位は、ビルボード紙に基づく。すべてワーナーエレクトラレコード。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。